皆さん、こんにちは。サブカルカオス TV にようこそ。今回のサブカルは、アメリカの変な飛行機ばかりを紹介します。いつもなら、あなたの知らない飛行機が出てくるかもしれませんよ。と言っていますが、今回は、知っている飛行機の方が少ないかもしれません。なので、これやこれ、そして、こういうメジャーな飛行機は出てきません。相変わらず、ニッチでマイナーなチャンネルですが、どうか最後までご覧くださいませ。といったわけで、それでは早速始めましょう。まずは最初に小手調べ。アメリカのエアリアルディストリビューターズ社の、その名も、ディストリビューターウィングです。翻訳すると、配給する翼。広大な畑に、農薬や肥料を散布するための専用機として、なんと、NASA の協力のもとに開発されました。顎についている出っ張りは、ジェットエンジンではなく、ライカミングのレシプロエンジン。このサブエンジンが、散布装置に動力を与え、フラップにブローを吹きつけることで、最低速度時速75キロを実現させています。NASA が協力したのは、軍用機などに使われる吹き出しフラップに関する技術でしょうね。ただ、残念なことに、この飛行機が量産されることはありませんでした。農業機に NASA の技術は必要なかったということですね。第一次世界大戦に従軍した経験豊富な飛行士、レナード・ボニーは、当時の航空機よりも効率的な翼を持つ飛行機の開発に着手しました。彼は、カモメが飛行する際、揚力と重量の比率が2対1であることに注目して、ガルウィングの研究に着手し、そのアイデアは、マサチューセッツ工科大学と、ダニエル・グッケンハイム航空学校の風洞でテストされました。この飛行機の最大の特徴は、トムキャットのように、翼が前後にスイープし、クルセーダーのように、取り付け角度が変わります。機体が完成すると、問題が起こりました。この飛行機を操縦してくれるテストパイロットがいません。そんなことから、ボニーは自分で操縦することを選択したのですが。ここで悲劇が起こります。より早く、より遠くに、より多くの荷物を運ぶため、本来、飛行に必要ない、無駄な胴体や尾翼をなくしてしまえ、という考えから生まれた前翼機ですが、それらが登場する前に、こんなコンセプトの飛行機が出現しました。この写真は、空飛ぶ翼の神秘性に魅せられた最初のアメリカ人、ヴィンセント・バーネリが開発した輸送機です。胴体のすべてを、翼の断面形状にした、おそらく世界最初のリフティングボディ機であり、当時としては、桁外れの3トンの貨物を運ぶことができました。バーネリが次に開発したのは、14人の乗客を運ぶことができる旅客輸送機でした。最高速度は時速378キロ。この飛行機にも、リフティングボディの概念が採用されており、揚力の 50% が胴体の部分で賄っていました。前翼機は構造が単純なため、大型化することが容易にできます。次世代の輸送機の研究のため、様々な国が様々な前翼機を研究する反面、一般的なプライベートパイロットでも操縦できるお手軽な軽飛行機も多数開発されました。ジョン・アッカーマンが1936年に開発したテールレスは、最初の飛行試験の際、車輪が数メートル離れた時、新聞社のカメラマンと衝突を避けるため離陸を中止しました。問題は、インシデントそのものではなく、パイロットを務めたアッカーマンが操縦免許を持っていなかったことでした。うまく丸め込んで収めたようですが、その機体は、
二度と地面を離れることはありませんでした。テストパイロットジミー・テイラーのテールレスは近代的なキャビンを持った本格的な軽飛行機であり、商業的に成功することを念頭に置いて作られました。ただし、この飛行機のじゃじゃ馬っぷりは熟練テストパイロットのジミー・テイラーでしか乗りこなすことができず、最後は墜落事故で失われています。円盤型の前翼機も出現しました。アラップ社のラウル・ホフマン医師は、1933年、低アスペクト比の半円形平面翼を持つ前翼機を開発しました。円盤型の前翼機は、第一次大戦中、フォード・トライモーターの設計者として名を馳せる、ウィリアム・スタウトが開発しているのですが、パイロットに、下が全く見えないと嫌われ、使い物にならなかった経緯がありました。それから14年、新たな円盤型飛行機に資金を提供したのは、アメリカ陸軍とスーパーマーケットチェーンシアーズです。テストパイロットを務めたのは、日本本土初空襲で有名なウィリアム・ドリートルの弟ブレン・ドリートルでした。陸軍は戦闘機として使えるのではないかと期待しましたが、下が全く見えない危険な飛行機として廃棄処分を決定しました。アラップ社の社長クロイド・スナイダー博士は、2号機に幼い息子と娘を乗せて幾度も旅に連れて行くほど、安全な飛行について確信を持っていました。飛行性能も、同じ出力のエンジンを持つ従来型航空機より勝っていました。そこで、アラップ社は民間市場を期待しましたが、会社の行く末を決定したのは、下が全く見えないことではなく、誰も見たこともない独特なスタイルでした。低アスペクトの円盤翼機は、普通の飛行機より高無改革で飛行することができ、すなわち、それは、ゆっくり飛べて、失速しにくい特性を持っています。陸軍に見放されたアラップでしたが、海軍は、艦載機として都合がいいのではないかと考えました。でも、この時、アラップ社は倒産しており、開発者のホフマン技師も結核で寝たきりです。そんなわけで、有名な、ボート XF-5U の開発となったのです。今回はコックピットを思いっきり前に移して、下が少しでも見えるように工夫がなされています。この飛行機については過去の動画で解説しているので多くは語りませんが、ジェット時代の到来と着艦システムの構築により計画は途中でキャンセルとなっています。アラップ4号機は長い間倉庫に放置されていましたが、1970年、修理が施され、再び空を舞っています。さて、極めつけの飛行機の登場です。ウルトラ警備隊の戦闘機ですか？この飛行機のすごいところは、翼が飛び出ることです。そして、もっとすごいことは、実際に空を飛んだことです。若き農夫、ウィリアム・ビル・ホートンの夢は、翼のない飛行機を作ることでした。50年代前半に、彼は詳細な研究を始めましたが、実現させるための資金がありませんでした。そのため、彼はアメリカの億万長者、ハワード・ヒューズに財政的支援を求めました。ホールトンは、ヒューズと合弁会社を設立、潤沢な資金を得たホールトンは、自身の夢を叶え、特許も取得。これから、大量生産のための準備に取り掛かろうとしたとき、会社はヒューズに乗っ取られてしまいました。さらに、ヒューズは、実際に飛んだ飛行機なのに、とんでもない飛行機を騙されて買わされたと、裁判所に告訴します。不服を申し立てるホールトンに対し、ヒューズは、金の力を存分に発揮。ホールトンは、地方局やら交渉局やら、様々な公的機関に拘束され、その間に、機体は燃やされてしまいました。哀れ、ホールトンの夢は灰となり、無実の罪で服役しました。ちなみに、この飛行機のベースとなったのは、セスナ UC-78 です。変われば変わるものですね。円盤翼ではないのですが、最も最近に飛んだ低アスペクト前翼機が
1993年のファセットモービルでしょう。名前の通り、平たい面だけで構成された飛行機です。白いボディを黒く塗り替えれば、F117 と見間違いそうですが、この飛行機の動力源は50馬力のツーストエンジン。設計は、F117 が公開される前に完了しているそうなので、パクったわけでもなさそうです。ノースロップ・グラマンの航空力学者である、バーナビー・ウェインファンがホームビルドキットとして売り出しましたが、あなただったら買いますか？ですよね。結局、誰も欲しいと申し出る変わり者は現れませんでした。この円盤を背負った飛行機は、メネスパラソルといって、1934年に開発された機体です。円盤の中には、レーダーが回っているわけでも、エイリアンが潜んでいるわけでもありません。誰にでも、安全かつ簡単にフライトできる短距離離着陸機をコンセプトに誕生しましたが、テストフライト中、真っ逆さまの状態から回復できないまま地面に突き刺さってしまいました。円盤翼の利点は先ほど話しましたが、この飛行機の場合、当てはまらなかったのでしょうかね。メネスパラソルのデザインが、後のこれに影響を与えたことは公然の秘密です。さて、円形は円形でも、この翼は環状翼と言います。この写真の飛行機は、1910年から1913年にかけて、ニュージャージー州の発明家、ウィリアム・ピアース・ゲイリーによって製造されました。こんなスタイルですから、離陸時に起こりやすい、グランドループによって破壊されたと記録されています。いくつかのバージョンがあり、空を飛んでいる写真が存在しています。単容器のことをモノプレーン、副容器はバイプレーン、三容器をトリプレーン、そして、四内翼の飛行機をクワドルプレーンと言います。で、この飛行機の名前は、ゼルベエアセダン。言うなれば、空飛ぶ屋根付き馬車で、ビジネスマン向けに開発された短距離旅客輸送機でした。1921年の飛行テストでは、難なく離陸。30メートルの高さを、3000メートルの飛行に成功したものの、着地に失敗、大きな損傷を受けました。ある報告によると、その後、ゼルベは街を去り、二度と姿を見せなかった、と記しています。では、7枚の翼を持つこの飛行機のことを何というのでしょうか。ラテン語だから、セプテムプレーン？いえいえ、ここまで多くなると、マルチプレーンというみたいです。1919年に初飛行に挑みましたが、何度かのジャンプをしただけで、結局飛べなかったことから、翌年にはスクラップになりました。七枚翼の話をもう一つ。この飛行機、昔のコメディ映画で見たことありますよね。で、調べてみました。開発したのは、ミシガン大学航空工学科のウィリアム・ゲルハルト博士で、初飛行は1923年。ほんの短期間ですが、安定した水平飛行を維持することができ、成功を収めた世界最初の人力飛行機とされているそうです。で、結局は、ご存知の通り、壊れてしまったんですけどね。この飛行機のどこが変なの？一見、普通の飛行機に見えますよね。ちょっとモコモコしているところが気になります。この飛行機は、タイヤメーカーのグッドイヤーが、陸軍の発注を受けて開発した、インフレートプレーンと言います。で、よく見てください。オランダの奥さん方式ですか？なるほどね。1955年から62年にかけて、ジープで運べる緊急用小型飛行機として、
12機が試験的に収められましたが、正式採用には至りませんでした。ベン・ブラウンのダイヤモンドウィングが空に舞ったのは1932年のことでした。上から見ると、ひし形に見えるので、このような名前が付けられたようです。ただし、何の目的で、この形になったのかを説明する資料が見つからなかったので不明です。動画があったので見てみましょう。一般に、このようなスキームはポリプレーンと呼ぶそうで、中国の無人偵察機も似たようなスタイルをとっています。まともに飛んでいるように見えますが、この飛行機のその後を記録した資料はありません。フライヤーズドリームは、デューイ・エルドレッドが設計した独創性の高い水上飛行機です。ダブル型の翼の上に自動車のようなキャビンが取り付けられています。1946年のプロモーションフィルムでは、休日のピクニックに最適と言っていますが、だからといって、そんな波打ち際でお弁当を広げなくても。いろいろと調べましたが、この航空機に関する情報はほとんどありません。この奇妙な形をした飛行機は、1932年、シェル石油から北極の調査を依頼されたチャールズ・ロチュビルによって開発された多目的水蒸気です。パイロットは、小さな胴体の上にあるオープンコックピットで操縦し、乗員は各フロートの上にある不細工なキャビンに詰め込まれていました。テストでは十分な性能を発揮しましたが、残念なことに1933年、燃料移送システムの不具合が招いた事故で機体は失われ、搭乗していたロショビルも重傷を負ってしまいました。ジェネラルエアクラフトは、アメリカ軍に輸送用グライダーを供給する中小航空機メーカーでした。第二次大戦中、陸軍の新しい兵員輸送突撃グライダーとして開発されたのが、この XCG-16 です。見ての通り、中央胴体が翼の断面形状をしたリフティングボディで形成されています。最初に製造されたテスト機は、最初の試験飛行の際、不慮の事故で失われましたが、良好な飛行性能を発揮したことから開発は続けられたものの、ライバル機に敗れ、計画はキャンセルになっています。ガリガリ君に似ているように見えますが、きっと気のせい。何でしょうかこれは。スカロバック路面飛行機は、空飛ぶのみと呼ばれ、日本陸軍でも試験的に採用されたフランスの短距離離着陸機、プードシェルに触発されたスカロバックが、1934年に製作した木製フライングカーです。ニューヨークやメイン州の道路で何度か飛行実験や走行試験を行いましたが、のみのようにぴょんぴょんと跳ねるだけでした。一応、地面からは離れたようですが、まあ、飛ばないですよね。致命的なミスは、地上を走る際に邪魔にならないようにと、短い翼をいくつもつけたことと、本来、車についているはずのステアリング機能をつけ忘れていたことです。結局、最後まで、華麗に空を飛び回ることも、自動車として安定的に連続走行することもできずに消沈。そんなこともあり、航空博物館や自動車博物館からは、カテゴリー違いと追い出されてしまい、現在は、どこかのコレクターの手に渡っているそうです。当時のフライングカーは、多くの場合、個人規模の発明家が、少ない投資額で作ったものばかりでしたが、中には大メーカーが開発したものもありました。1946年、バルティー社のデザイナー、セオドア・テッド・ホールは、第二次大戦中、B-24 リベーターや、カタリナ飛行艇を作ったコンソリデーテッド社と共同で、コンベアカー、モデル116プロトタイプを開発し、飛行テストを重ねていました。テスト結果は上々です。モデル116で革新を持ったコンベア車は、洗練された車体と190馬力のライカミングエンジンを搭載した、より製品に近いモデル118を発表します。
モデル118の初号機は改良を重ねつつ66回の試験飛行を問題なくこなしました。コンベア社はモデル118が大量に購入され空港でレンタルされることを予想しており、6万台の高い生産目標が計画されました。ところがその最後のフライトで燃料切れにより墜落。機体というか車体というべきかわからないこの飛行自動車は大破して失われてしまいました。パイロットが見た満タンを示す燃料計は飛行機の燃料タンクのものではなく車の燃料計だったそうです。コンベア社はこの事件で正気を失い、以降この手の飛行自動車に情熱を注ぐことをやめてしまいました。最後に数々のダサ機を送り出した二流航空機メーカーベル社のエアバラクーダを紹介します。何が変かというと、この飛行機爆撃機のように見えて戦闘機です。1936年アメリカ陸軍航空隊は当時開発中だった B-17 爆撃機を護衛するための長距離護衛戦闘機の試作仕様を出し、これに応募したベル社の案が採用となり、陸軍航空隊は XFM-1 として試作機1機を発注しました。1935年に創設されたベル社としてはこの機体が初の設計でした。プロペラは推進式に配置され、両方のナセルの前方に有人の銃座があるのが珍しいところでした。また胴体には爆弾倉が設けられており、敵機に当てて撃墜するための航空爆弾を20発搭載することができました。しかし護衛するはずの B-17 より飛行速度が遅く鈍重なため、スピンロールや宙返りができないなど戦闘機としてはあまりにお粗末な運動性能だったため、採用されることなくスクラップとなりました。さすがベル社、ダメっぷりは最初から始まっていたんですね。いかがだったでしょうか。今回の動画の中に登場した飛行機で、ただ一度も車輪が地面から離れたことがないものが1機だけあります。さてそれはどの飛行機でしょう。当チャンネルの常連さんにとっては簡単な問題でしたかね。本当はまだまだ取り上げ大変な飛行機がたくさんあるのですが、長くなるのでまた次の機会に回したいと思います。それではまたお会いしましょう。